ついについに初日めっちゃ楽しみです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみです。楽しみです。頑張ります。初日ついに始まりました。やばいやばいやばいお前ら本当やばい。お隣誰？俺か。すいません、大人になれない僕で。この音符だけでずっと永遠入れるのが大人タイム。この日を迎えられたことが本当に嬉しいです。ありがとうございます。この対比ね。スクエアってすごいでしょ。すごくない？俺も初めて来た時こんな感じになったよ。スクエアっていうさ、その熱量がさ、すごいわ。すごいじゃん。ちょっとびっくりするよね。想像以上に今わかります。すごいわかります。僕わかる。ね、力抜いてできるようにまだ、ね、2部が2部が2部が、ね、2部がよし、2部のためにじゃあ、頑張ろう。元気をおっつけよう。よし、プリン食べよう。プリン食べよう。プリンいいね。プリン食べよう。プリン いや、よろしくお願いします。盛り上げていきましょう。盛り上がっていきましょう。はい、お願いします。
お願いします。よろしくお願いします。温めておきました。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。新しく入ったメンバーのためにやっぱりスクエアの歴史を知っていただかないと、そうですね、いけないということで、スクエアのファンは怖いですからちゃんと勉強していらっしゃいよっていう、ちゃんと後できっちりご挨拶を、メンバーに挨拶、スタッフに挨拶、それ以上に大切な挨拶が1枚目のアルバムから今回、いや、うまい具合に現代の曲までね、こううまくこう散りばめて新しい感じになりましたね。いや、本当舞台としては一番長い相棒でございます田中慎吾。皆さんこんにちは、ね、あの大声出せないと思うんですけど、大きな拍手でみんなをあの温かく盛り上げてください。今日は楽しんでください。よろしくお願いします。そして、キーボードはこの方、神サポートと呼ばれていますが、白井明人。はい、皆さんこんにちは、神サポートの白井明人です。はい、もう自分からね、自ら言っちゃいますけどね、え、なんたってついにあの年下の方が、はい、来てくれましてなんかいいですね、こう先輩って思いながら、そしてギターは、この方、本当にね大変なポジションを心よく引き受けてくれました。本当にありがとうございます。オンギターユーマハラ。こんにちは、メンバーの皆様、スタッフの皆様、そして客席の皆様、よろしくお願いします。もう人柄もいいんですよ、もうとても、はい、ドキドキしてます。ドキドキします。昨日に引き続き今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ユーマハラ、サックスといい伊藤武史。これからいろんなことが起こりそうで、もうなんかワクワクしてますけども ね、本当にこの後もいろんな時代を旅しますよ、本当に、はい、思いっきり若返ったスクエアをこれから見てもらおうかと思って、はい、
T スクエアアルファとてもいいスタートが切れたんではないかなと思っております。はい、本当にたくさんの皆さんにお越しいただきまして本当に嬉しいです。ありがとうございます。そしてスタッフの皆さんね、ブルーノート東京のスタッフの皆さん本当にありがとうございました。行くぞは伊藤さん言いません？はい、あのファーストで僕やってちょっとなんかあれだったんで、はい、なんかみんな最高、ブルーノート最高、もう一回行くぞ。ありがとうございました。また、お会いしましょう。